はい、こんばんは、山寮です。ということでですね、今日はね、食レポをやってみようってことですね。まあ、地域のね、4つ目で、地域のね、もちろん応援しようってことでね、今回アンケートでも何でもないですけど、ただ単に、まあ、私が食べたいから買ってきただけなんですけどね、ちょっと企画のね、予定でですね、次から始まる、この4つ目の企画なんですけど、それでね、ちょっとね、近鉄四日市の方に行ってたんですよ。でね、近鉄四日市の方でね、何食べようかな、昼過ぎ大局もあと時間やったんで、何食べようかなと思っててね、前とは逆に、まあ、北方ラーメン食べてきたんですけどね、その時は。で、帰りにね、でもね、サンマルクどうしようかなと思ったんですけど、ね、あ、そっか、サンマルクはじゃあテイクアウトにしようと思ってね、そう、サンマルクカレー、サンマルコさんっていうね、カレー屋さんがあるんですよ。そこに寄ってきましたってことです。まあ、このカレー屋さん、四日市の人だったら結構認知度あるんじゃないかな。昔からね、近鉄百貨店の中に入っておってね、カレー専門店でやっておるところでございます。ちなみに、ここから歩いて数分行ったところにサンマルクカフェってね、アピタの方に入ってますけど、あそことは全然別のお店ね、サンマルクさんとは別でサンマルコさんっていうね、カレー屋さんがあって、まあもちろんこっちの方が長いけどね、四日市の下地までいますからね、そう、そのカレー屋でね、四日市の人はね、まあ普通、比較的ね、近鉄百貨店に行ったらね、あるお店で、まあ中で食べることもできるんですよ。キャベツもね、ピクルスが出てきてね、ちょっとね、お高い感じとね、いい感じにね、なるお店でございますけどね。テイクアウトがね、結構、リーズナブルって言っていいのかな。これ2人前入りでね、860円、800円で、2900円切るお値段でね、あるんですよ。そんなね、感じであるんですけどね、これね、実は逆に四日市市民の人は、この事実を知ったら、えってなると思うんです。実はサンマルコさんってすごく店舗数少ないらしくてですね、ちなみにこれね、ランキングで言うとですね、ちょっとビシッとサムネイル入れておきますけど、ね、チェーン店ランキング、ココイチがやっぱり1位でね、1253点と。ね、で、これが頭、一つどころではないですね、頭100個分ぐらいに来てましてですね、2位の日野屋さんが75店舗、ね、で、ゴーゴーカレーが、71点、両党カレー57点、ターリーヤンガル34点、スパイス王国30点、チャンピオンカレーも30点でね、チャンピオンカレーは減りましたね、実はこっちにもありませんけど、軒並み全部潰れちゃいましたんでね。っていうのがありますけど、これ全部足したって75足す71、57、34、30、30、30、30ってね、ワード足してもね、全然ココイチにまだ勝てないしね、それぐらいココイチがドーンと抜けてるっていうのは、まあ、ある程度ちょっと予想はつくと思うんですね。ただね、このね、サンマルコさんってじゃあランキングで言うとどこの辺りなのかなっていうと、1、2、3、4、5、6、7、8、あ、待てな、8、9、10位、業界10位、店舗数で言うとね、らしいです。マイカリー食堂さんの次に来てますね。で、あとでキャップ出して出しますね。こんな感じ。で、サンマルコさん、ね、店舗のね、位置を見てみるとね、実はね、名古屋に3店舗あるんですよ。高島屋と近鉄百貨店の下に入って、バスの下に入っておるのと、あとね、矢場町の、松坂屋にね、入ってるやつですわ。で、いう感じで、西の方は多くて、13店舗、奈良に1店舗、京都に2店舗で、大阪に10店舗くらいわーっとあってっていう感じらしいですが、で、近鉄沿線のその近鉄百貨店に結構入ってたりするもんで、私たちね、名古屋に降りてもね、降りた、地下の駅から降りたらね、あ、地下じゃない、地上の方の駅からね、半地下の方からね、登っていくとね、そこから、地下に、結局降りるわ、地下の食品街の方に入るとね、サンマルコさんありますし、比較的ね、見かけることが多いんでね、近鉄の、特に四日市に住んでると、ね、それほど珍しいカレー屋さんなのかと思われるかもしれませんけどね、実はね、もうあとはね、トヨタに1店舗、松坂屋に入ってて、あとは浜松に1店舗、煙突百貨店に入っておるので、もうその時はね、横浜のね、新横浜駅の前に1店舗だけあって、なんと東京都内1店舗しかないんですよ。池袋だったっけな、そう、東武百貨店の池袋に1店舗だけある。東京都に1店舗しかないんですよ。っていう、実は超貴重なね、カレー屋さんなんでございます。ですからね、ぜひ今日はね、ちょっと食レポでもしてみようかなということですね。ちょっとね、美味しい。ここのカレー本当に美味しいんでね、今日はご飯も炊いてね、早速ね、ちょっとね、ご飯にかけてね、食べていこうと思いますよ。まあ、六日市の人でもね、いや、食べたことないよって方もいると思いますんでね、簡単に説明するとね、これ、レンジで温められる紙の容器になっておりましてね、
賞味期限どんなもんなのかな、こんな感じになってますね。じゃあちょっと読めないであれですけど、ちょっとキャプチャーにしとこう。これでね、こんな感じでちょっとキャプチャーにしといて、よいしょ。あ、賞味期限書いてなかった。どこに書いてある？あ、ここに書いてある。今日2月28日で、3月2日の午後2時55分は、多分作ったところから、丸3日、28から1、2、あ、違う。丸2日っていうことなんで、そこまで、レトルトみたいに長持ちはしないんで、買ってね、まあその日の晩ご飯に食べるようなね、ご予定でいいかなと思います。でね、これ2人前分入ってるんでね、結構重たい。ソースだけで 400g 入ってますからね。あ、だったらね、これ相当ね、しっかりした量がございますよということですね。で、もう何がすごいってね、原材料名からね、ビーフカレーソースってありますけどね、もうカレーソースだけですよってことなんですけど、もうね、原材料名が美味しそう。何ですかね、一番最初にね、牛肉が来てるんですよ。次、カレールーですよ。先に牛肉来ちゃう。それくらい牛肉ゴロゴロ入ってる。まあ、これはね、期待ができますよ。で、あとは、野菜果実ね、その玉ねぎなすびとか、わーって書いてあります。マッシュルームも入ってそう。やっぱね、さすがね、百貨店でね、いただくカレーライスです。カレーライスでございますよ。ですからね、マッシュルームも当然入ってます。あとはね、パイナップルジュースとかヨーグルトとかも入ってるんですね。で、結構スパイシーな感じがのイメージが強いんですけど、赤ワインとかも入っとって、ケチャップとかも入ってんだ。へぇー。で、いろいろ入ってますけど、ね、結構ココナッツ、ビーフコンソメ、香辛料に、黒糖とかね、黒酢とかも入ってんだね。で、鶏ガラ。で、あとは、調味料、ちょっと一応、アミノ酸入っておって、糖が入っておって、って感じでね。あとは一応、甘味料は何？アマコさんか。ああ、天然のやつね。っていう感じですね。鶏ハロースも一応使ってるみたいですけどね。こんな感じですんでね。当然ね、美味しいわけでございます。ということでね、早速ね、ちょっとね、食べていこうと思います。これね、作り方はね、もう超簡単。ご飯が炊けてくればね、これね、外蓋を外しましてですよ。蓋を取るんだすよ、なんですか。これね、蓋を取るとね、いい香りが、こんな感じでね。蓋は結構、今倒してたけど大丈夫ですけどね、蓋は結構、ちゃんとね、ぴったりしてる感じ、こんな感じ。もうカレーがね、溢れかえてますよ。こんな感じで、もうそもそもね、ちょっとスパイシーな感じ。これでね、こいつはね、蓋を取った状態で取ってよかったと思うんだけどな。蓋を取って、これの状態で、レンジで5分温めます。じゃあちょっと5分チンしてきますね。さあ、我が家のナショナルのね、レンジでチンしている間に、よいしょ。もうね、ここからしてね、香りがね、いい香りがしてますよ。ちょっとすいませんね、なんでお前室内でマスクしてんだって、まあ、花粉症の兼ね合いもあるんですけどね、歯がね、ちょっと抜けちゃってるんでね、あまり見せるのもどうかなと思ったんですけど、一応食べるし、ちょっと取っちゃっときますか。すいません、ちょっとお見苦しい顔で申し訳ないんですけど、さすがにもう最近、つけながらやるのもね、まあまあしんどいね、時期になってきましたんでね、まあまあまあ、いかにも、まあ、ね、ドタバタしてる感じのね、残念やろうって感じがね、まあ最低限感があっていいんじゃないですかと。ただね、これはこれで困っとってね、そう、歯もね、ちょっと、まあ、要は義歯を入れる、ね、入れ歯を入れる形になるんですけどね、その用紙もね、どうしようかなって言った時にね、まあ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 ね、いろんな請求がバンバン飛んできましてですね、今ね、ちょっとね、8万円ほどね、資金繰りにうおーっていってるところでございますんでね、本当にね、ちょっとまあまあしんどい、結構本格的にこれちょっと週1回とか考えてやらねえとっていうかね、ちょっと本当に、多分、4月過ぎゴールデンウィーク前ぐらいまでは、が山場でちょっと大変なことになりそうです。まあちょっとしばらくは本当に
まあでもね、まあ、でこういうふうにね取材という形にしてね、提供するような形でね、やっていかないとね、ちょっとなかなかお食事も食べるのも大変だなっていう感じになってますんでね、まあ今後はね多分ね今日はねあのね優雅なねあの、もう百貨店のいただくね軽いライスをね、いただきますけどね、多分今後統合してるよとかね、あのお店紹介でね紹介させてもらいますよっていうやつはねあれなってあのね、ちゃんとした美味しいところねあれですけど、あの多分中で揚げるやつは、これからね、食費一食あたりね30円未満とかでね、まあそれでも50円未満でね収まるようなね超貧乏飯がねこれからどんどん現れると思いますんでね、どんどん最初にね美味しいものを食べてね、そこからだんだんねこの底辺に落ちていく様をね、お楽しみいただければと思います。あの主にあの5袋143円で買ってきたね、袋麺のレビューとかそういうのをねどんどんやってきます。それでね、とりあえずあのとにかくね袋麺をそれで調査するのに、まあ、データを取るのに最初にバーッと帰ったんでね、今ね40食何個なんの1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12で今、焼酎のやつが13,14,15,15袋ってことはかける5で75食分ほどありますんでね、全然今月はもうあの本当にあの袋麺だけ生活になるんじゃないかな多分ちょっともやしを入れたりとかね、あと野菜を入れたりするね、この辺もね今後はねまた貧乏飯でねどんどん紹介をしていきます。今日は優雅にいきますよ。今日はもう優雅に、サモルコさんのねあれをいただいて最後の晩餐ね、本当にそんな、様相になりつつありますけど、とにかくね、月始めね、のね引き落としが怖えななんて話をしていたら、そろそろ5分経つんじゃないかな、どうかな、まだかな、別にあれか話さなくてもピョーンってジャンプしてピョーンってジャンプして、あのはい5分後出来上がりましたって言ってね、チンポッパッポとかって出したらよくよかったのか、そっか、それでよかったな、何も5分喋る必要なかったな、うん、じゃあ別にこれ外す必要もなかったじゃん、まあいいか、うん、別にあの隠してるわけでもないんでね、あのたまたまちょうどバースしたタイミングからさ皆さんマスクをつけましょうってなったんで、うん、実は歯医者さんにもまあなんかいいのか悪いのか分かんないけどとりあえずタイミングは良かったよねって言われましたまあ、マスクしたまんまバッチしたんで、まあ、もう治療するときは外しましたけどね、でパーンって抜いて、ね、そのままバッチッと編めて2本ねちょっと、抜けたんですけど、1本抜けたときはね逆にねマスク外しててもね、気づかれませんでした。抜けたのってあのもともと歯が重き重なってたところであのぐらついてポンと抜けたんで、でねあの その結果ねもともと歯茎が弱ってたんでポワッと歯が広がってね変な話だけど、ちょっとすきっぱな感じになって、あれどこが抜けたのっていう感じになっておったんですけど、まあさすがにもう一本抜けたんでね、さすがにちょっともう今、ああいう感じになってますけどね、いかにも怪しい人って感じですよね。大丈夫かな、これでエア判定外す、あの、1000人超えましたけど、エア判定で怪しい人なんで弾かれましたって、隠してたって一緒か。それは一緒か。まあそもそも1000人行くメールは全く立ってませんからね。さあ、出来上がりましたね。よしよしよし、じゃない部屋なんで申し訳ないんですけどね、わかりますかねこれ、わかりますかねこの感じ、よいしょ、カレーがねちょっと色がスパイシーな色になってきてますでしょう。そうなんですよ、このカレーに温めるとねよりねスパイシー感がね出てきますからね、これをねほかほかご飯も書いてありますんでねかけてねいただこうというわけでございますよ。こここそ飛ばしましょう。じゃあちょっとカレーかけていきましょう。おお。顔映せよな。さあ出来上がりましたよというかね、盛り付けをしてきましたけどね。いやいやいや、ご飯もねしっかり起こしてね、もうこれに向けてねやりましたけど、今日はとにかくカレー特集でございますね。こんな感じで出来上がりましたよ。じゃ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 んという。じゃ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 ん、じゃ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 んとね、映ってはいかんものがいっぱい映ってます。そう。すみません、トレンチ汚くてあれですけどね。そう。なぜかね、我が家にはなんでお前こんなあの業務用のトレンチあるんだよ。なんかレストランか出るじゃないですか。なんかちゃんと綺麗にしろよって話なんですけど。いやいやいや、これね。そう。あれなんですよ。
飲食でやってた時にね、これね便利だなと思ってね、そうそうそう、あのどっかでないかな、トレンチでもねこれ滑るタイプで、しかも撥水性が高いんで洗ったらねすぐねあの乾くんでね、これね食洗機にかけてね結構すぐにねあのパッと乾いてねそのまま使えるんでね便利なんですけどね、で肌ちゃんと洗いよって話なんですけどね、そうそうそう、それでね買ってきたやつですよっていうことでですね、そうあのビバホームで売ってってね、そうビバホームすごいですよ、こういったね業務用の調理関係のね業務用のやつはね結構ガチでいいのがあります。今もね土のフライパンね、ビバホームで買ってきたの使ってます。あれ、めちゃくちゃ便利ですよ。なんか鉄で作ると野菜炒め、野菜だけ炒めても美味しいですからね。ではね、そんなこと置いといて見てくださいよこれ、ちょっとここのあたりね、もうこのあたりとかも全部肉ですよ、肉肉肉、ほらうわうわうわ美味しそうじゃないですか、もう肉ゴロゴロ、もうここも肉、ここも肉で、ちゃんとマッシュルームね、ほら、うん、ね、マッシュルームもいるでしょ。いやーこれですよ、ザ・カレーライス。まあちょっとレモンとかもっとちゃんとしたのがあれば、ね、調度品がね、ちゃんとしたのがなくて申し訳ないんですけどね、さあ、ではね、いただいていきましょうかね。久しぶりにじゃあちょっとマッシュルームからね、いただいていきましょう。こういう時便利ね、あの食レポするときに、私左利きだから左で持つんで、それとカメラが右利きで持つように作ってあるんで、あ便利だな、この感じでやりましょう今後から。よしではいただきます。うん、あーあー美味しい。そうちょっとね、ピリッとした感じね、ココイチで言うなら2辛ぐらいはあるかなっていう感じのね、ちょっとさピリッとした辛さなんで、これまたねご飯が進むんすわ。あーちょうどいいのこれがね、そうそうそう、逆にあのコスパいいですからね、あの少しのルールでご飯が進むんで、うん、あーうまい、いいですね。理想の生活はあれですよね、こういう、ね、あの食レポ生活として、それでねちょっと食費の足しにできるようになってというかね、生活の足しにできるようになってね、うん、本業のね足しになるぐらいでいいんですよ。うん、そう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 、それでねちょっとねリッチなね、ご飯とかが、ね、食べれる生活ができたら、もうそれで私十分なんですよ。うん、いいな、そんな生活したいな、うまいな、しかし、うん、うまい。ちなみになぜか、スープのココイチなんですけどね、置いて、うん、さあではビーフカレーですからね、そう他にもナスカレーとかもね美味しいので有名なんですけどね、あとハヤシライスもあります。辛いの苦手な方だったらハヤシライスのがいいかも。あ、もちろん全然、あ、可愛い、どんだけ使ってんだって感じのね、非常に美味しいハヤシライスでございますんでね、そっちのそっちで。でも行っちゃいましょう、この肉見て、もう、米すくえないもん。お肉でかすぎて。ああ、でもこんだけ肉あるんだから、ね、下手なカツカレーよりもでかい肉じゃないですか、これ。もう、で、ビーフですよ。ドビーフ。あ、いただきます。あ、たまんね。まあ、たまんね。これね、めちゃくちゃ煮込まれてるんですよね。うん。だからね、赤身の肉なんですけどね、赤身メインの肉なんですけどね、もう、口の中でね、あの、サインがね、ほほほほほってなってくの。なんつったらいいの、うん、ちょっとした綿菓子状態。うん。歯で噛むというよりもね、舌でこう、グイーってね、押しつぶしてくるね、ふわ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 ってね、繊維がね、ふわーって広がっていく感じで、そこからね、あの牛肉のね、上質な牛肉のね、こう、風味、香りとね、あれがね、わーっとしてくるんでね、もうめちゃくちゃこのスパイシーなカレーと合うんすよね。うめえな、やっぱ。なぁ、つってもね、2人前でね、900円いかないぐらいですから、1人前あったら450円ぐらいですからね。うん。そう考えると、あのね、ちょっと高いレトルトカレーとね、お高いレトルトカレーだったらそれぐらいしますもんね。でレトルトカレーあのやつよりもね、あのしっかりあの美味しい感がありますよ。うん、うん、でもこれお店でね仕込んでますからね、それぞれみたいですよ。うん、それでできたやつをソースであの一部こうやって詰めて、
ラベルつけて、お店でラベルつけて売ってるみたいですからね。さあ、ちょっとマッシュルームも入れて、ああ、幸せ。やっぱうまいご飯って幸せになりますよね。ああ、そう、今後はね、ちょっとただね、今ね、私がね、本当に、あの、黒田でね、普通なら YouTuber なんで、ここでね、みんなを救うってね、地元の企業を救うためにね、立ち上がろうとかって言いたいところなんですけどね、その前に、私の財布が、瀕死になっちゃいましたんでね、本当に、とりあえず、しばらくは貧乏指導でつなぎますけど、そこからステップアップしてね、いつかね、サマルクさんの彼もね、もうデイリーっすよ、くらいでね、いただけるぐらいにね、美味しいでも、本当に。本当、牛肉がこんだけゴツゴツね、しっかりしてるとね、野菜はどっちかというと溶け込んでる感じですね。ゴロゴロ野菜ではなくて、すごく煮込まれて、ルーに溶け込んでる感じがしますよね。ザ本格派って感じ。だからそう。ね、あれですよ。それこそね、理想はね、それでね、週末はね、ちょっとね、世代のね、依頼何かが入ったりしてね、それでね、食べに行ってね、もうね、ちゃんと再生数で稼いでますからって言ってね、バーンと払ってね、行って、で、ゾーデ入りでね、サマルコのカレーとかね、お店にさ、食べると1000円ぐらい。まあだからでも冷静に考えてみたら、あんまココイチと今変わらないんですよ。昔はココイチの方が安いイメージでしたけど、今ココイチでカツカレーとかでね、やろうと思うと、普通に、ちょっと気抜いたら1000円超えますからね、ちょっとご飯多くしてとか、もうサンマルクさんも900円か800円か1000円ぐらいだから、あんま変わらないんだよな。税込みでね、800円ぐらい。そう、表記は税込みなんですよね。はぁ、ということで美味しくいただいてね。で、そんな感じでね、あとは魚が食べたくなったらね、マグロレストランにね、行ってね、もうシュッと。今日も豪快盛りでってね、豪快盛りに刺身つけちゃおうかなっていう、あ、そうそう、あのマグロレストランっていうマグロ丼で有名なところがありましてね、そう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 、あそこは1000円だから、あのすごくお得なんですけど、ね、1000円でこれでもかってくらいマグロ乗ってますからね、そうそうそう、あそこなんかもまたちょっと紹介したいですね。ああいう時ってどうなんだろう、お店に事前に電話で入れといた方がいいのかな、でちょっと暇な時間帯とか教えてもらってとかって皆さんやってるのかな。ね、あんま混んでる時間帯にね、取材ともね、ご迷惑になっちゃいますから、ね、逆にでもアイドリングタイムはね、あの、ごめん、休まなあかん時間にすいませんってなっちゃいますね。飲食やってるとね、そこがね、結構お店によってピーキーに違いますんでね、読みにくいところありますからね、結構ピークシフトとかね、ちょっとずれるお店とかも結構お店の日常条件で変わっちゃいますんでね。ああ、何やと思う、あれうめえ。うまいわ。食った食った。いや、美味しかった。ということで、ペロリいただきました。ごちそうさまでした。ということでね。いやー、やっぱ美味しいですね。サンマルコさんのカレーね、いただきました。今日はビーフカレーをいただきましたけどね。やっぱりこのスパイスな感じね。いいですよね。そう、あの、なんか、あれやっぱ、あの、ね、こんな、あの、お家でございますけど、もう、ぐちゃぐちゃなお家でございますけど、なんかこのカレーを食べてる間だけはね、ちょっと一瞬ここの、空間だけね、なんかちょっと、エレガントな感じになる、そんなね気分になれるぐらいね、やっぱね美味しいもの食べるとね、ちょっと心もね豊かになりますからね。こう最近ちょっと正直ね、あのいろんな請求書とかバンバンが飛んできた金合いでね、ちょっと電卓仕事とかやってとかって言って、いろいろとちょっと資金繰りでね、仕事終わってからはわたわたやったりとかってのは、まだちょっとしばらく多分わたわたしてなんとかしないといけないんですけど、いや、そんなこともね、やっぱこういうね、食べるとね、欲しいもの食べると、そうだから最近ちょっとね、あの、まあ、これまでちょっとあの外食し久しぶりにしましたけど、なかなかね外食、もね、ままならない状態でございますんでね、いやー、やっぱ美味しいもの食べるといいな、いや、やっぱ美味しいもの食べたいからね、稼ぎたいっていうのもありますからね、一つ私のね原動力の一つはやっぱしご飯でございますからね、サンマルコさんの中でね美味しくいただきましたってことでね、まああの近鉄百貨店の中でね、あのなかなかそのイートイン、まあ元々ここね、あのテイクアウトこうやって力を入れておりますんで。
近あるね、あの電車にいたら普通に売ってますからね、あの店入ってすぐ本当にね、あの近鉄百貨店さんのあのマックのある方の入り口ね、あのマックがある方の、入り口からあのすぐあの百貨店に入ってね、あの一番あの四隅のところ一番北側の、一貫食品売り場の北側の、一番、西寄りの、入り口の、もう出入り口の真ん前になりますんでね、分かりやすいところでございますんでね、ぜひね、皆さんもね、ご賞味いただければと思います。あの、店内で食べるとね、あの、キャベツのピクルス、ついてきますからね、それもね、あの、すごくね、あの、口の中がさっぱりして美味しいんでね、ただ、前菜でいただいちゃうんでね、うん、あれで、あれまた食後にも食べたくなっちゃうんでね、また誘惑ものでございますからね、まあ、よかったらね、まあ、あのラスカレーとか季節の野菜のカレーなんかもね、いろいろ出しておられますんでね、そのあたりもね、またね、いろいろ紹介できればと思っておりますので、ね、よろしければね、またよ、あの、またそういうのもいろいろ見たいよって方はね、あの、高評価とかね、チャンネル登録、コメントね、いっぱいいただけると、非常に励みになります。あのね、コメントすごく大事。あの、っていうこともね、あと、またね、ちょっと別の動画ですけどね、やってみますんでね、よかったらぜひよろしくお願いいたします。ということで、これぐらいで動画締めたいと思います。どうもごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。